はい、こんにちは。今日は株式会社バズが5700万の赤字で、なんかすぐ潰れるみたいな言ってる人もいるみたいなんですけど、それはちょっと見当違いかなというお話です。はい。で、まあ、2期目ということで、まだ要するに投資段階というか、まだ本格的なその資金の回収段階に入ってないということで、まあ赤字っていうのが、まあ実際のところかなっていう。まあ、ヒカルさんたちのバリュー騒動とかあったんですけど、決算がその前の時点ということで、それはあまり関係ない。で、実際まだ2期目なんで、あのウームもですね、あの2期目まではかなり赤字で、実際経常利益で 2.6 億円ぐらい赤字出してたりして、まあ3期目から V 字回復というか、まあ黒字に転化してるようなところもあってですね。まあ今後に期待が持てるんだったら問題ないんじゃないかなっていうことで、まあ実際そこってネクステに依存してる部分と思うんですが、まあ僕が考えるのは休止期間が終わったら、まあまた以前のようにガンガンやってくれるんじゃないかなと思ってるんで、まあ全然問題ないんじゃないかなと思ってます。で、一応ですね、まあ財務諸表もざっくり見てみたんですけど、あの流動比率も全然高いんで、まあ資金繰りが滞ってるとかそういうことでもないと思いますし、あとキャッシュフロー計算書とか見れれば一番いいんですけど、決算広告なんで、細かい情報っていうのはちょっとわからなかったんで、まあ細かい話はちょっとできないんですけど、まあ、基本的にその赤字であったとしても、バズの主要株主で、サイバーエージェントだったり、ホリプロ、まあ、読売テレビ、ソニーミュージック、まあこの辺がいるんでですね、まあこのあたりの大手の企業がですね、こう手を引くっていう時が本当の、倒産の時なんじゃないかなと。はい。なので、まだ見込みがあるうちは全然大丈夫なんじゃないかなっていう、はい。そういう感じです。はい。終わりです。さようなら。